超いい感じ、超いい感じ。こんにちは、大紫の飼育を中心に蝶々の活動をしている蝶太郎こと林田です。はい、今日もね、元気にワクワクドキドキ蝶々の話をさせようと思うんですけど、ちょっと朝一番で寒いんで上着着ております。はい、ということで早速やっていきましょう。今日やっていくのはいよいよ大紫がさなぎになってんで、そのための準備です。はい、そうなんです、いよいよ僕の飼育メインの活動、大紫の飼育、毎年1000頭以上飼育してるんですけど、今回どうかな、今年どうかな、どんなぐらいできるかな、ちょっとわかんないですけど、まだわかんないですけど、その大紫のこれからさなぎができ始めた時の大事な作業があるんで、そちらの様子を見ていただこうかなと思います。じゃあ行きますよ、レッツーチョー。はい、ということでこちら新大紫ハウスですね。新しい大紫ハウスなんですけど、まず見ていただきましょう。こちらね、こうやってね、鍵つけてますよ。鍵つけてあるんですけど、こういう風に扉が開きます。二重扉です。はい、二重扉をしてるわけなんですけど、これ見てください、こんな感じですね。もう扉開けたら中、もうなんて言うんですか、もうスーッと取れるでしょ。ってことはスーッと出れるんです。そうなんです、蝶々もこのままだと、出てしまいます。網をいくら二重扉にしてるといえ、まあね、二重なんで一回ここ閉めればここでね大丈夫というのもあるんですけど、そんなここでさらにこれを食い止める蝶々を外に出さないっていうために、する作業、今日はねそれをやっていくのと、そしてこれからここに成虫が飛ぶんですけど、ちょっとね木がね、まだちょっとね葉っぱ出てないのがあるんですけど、それが気になるんですけど、その成虫をここに持ってくるのもするんですけど、それともう一つここにサナギを持ってくるんですよね。そのサナギを持ってくるのにどうするかっていうのをちょっとね今日はやっていこうと思うんで、そちらの様子をご覧ください。はい、では取り付け作業なんですけど、皆さんね、なかなかねこういったハウスのことね、あまり見る機会って少ないと思うんで、なかなかマニアックな動画なんですけど、楽しんでね、あ、へえ、そんなこともしてるんやっていう感じで見ていただけたらなと思います。はい、ということで、まずちなみにこのハウスね、これ網張ってますよね。この網、網を押さえてるのはこれなんです。このうねうねなんです。こういうのがあります。これでパチパチ止めてるというわけです。そしてこのネットですね、ネットを押さえてるというわけです。なのでこのうねうねにもう一度上からもできるんで、網をこうつけて、こうカーテンをするというわけですね。だから二重にカーテン、のれんですよ、のれん、ね、お店行ったらあるじゃないですか、いらっしゃいませ的なあんな感じです。あれを二重にのれんをつけるということで、この蝶々ね、まず第一段階、ここでもうカーテンをしてさらに入る、そしてこれ閉める、でカーテンで入るってすれば、まあ逃げることは間違いないということで、その二段カーテンをこれからねつけていこうと思います。はい、ということでマニアック動画が始まりました。本当にね、皆さんあんまりねこういう機会ないと思うんで、ハウス作る機会ないと思うんで、まあちょっと蝶々といえば蝶々だけどっていう動画なんですけど、もうそう言わずに見ていただけたらいいなと思います。はい、ということで今回カーテンをつける作業ですね。このカーテン、あ、ハサミですね、ダイソーさんの100均のハサミです。こういう時はまっすぐのハサミなんですよね。剪定ハサミといった曲がったハサミじゃなくて、まっすぐのハサミ、用途によってハサミも使い分けます。はい、ということでカーテンをこのようにつけていくというわけです。じゃーん、準備できました。じゃあこれをうねうねで止めていきます。はい、ということでうねうねっていう名前しか知らなくて、ごめんなさい、このうねうねをこうカチ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 と止めていくんですよね。これでも一人じゃちょっとなかなか大変なんですよね。こうやっぱり持ってくれる人がいたら楽なんですけど、そういうわけにいかないんで、こうね試行錯誤しながらやってます。うねうねはこうやって切って使います。切っても使います。はい、ということでね、あのうねうねは切っても使えるということです。はい、これをつけていくと、それで右から左からつけることによって、いらっしゃいのあのね、のれんみたいにするというわけですね。そうするとこうね、やっぱり重なった部分もあるんで、蝶々も中から逃げないし、外のね、なんか他のね、こう鉢とかそういうのは入らないということで、今回やってみました。はい、マニアック動画お気付き合いいただきありがとうございます。できました。ちょっとそちらね、まず第1弾、手前の方の網ちょっと見ていただこうと思います。
はい、ということで手前の網が完成しました。こんな感じですね。下ちょっと余力残して右からと左から、やってここちょっとこうかぶせてるんですけど、これこんな風にね、ちょっとこの幅がちょっと狭かったかなという気がするんで、奥のところはね、あの第1段階蝶々が出てくる第1段階なので、もうちょっとかぶせようかなという気が します。はい、手前でちょっと学びましたね。はい、ということでじゃあ奥も同じ作業なんですけど、奥の取り付け作業もご覧ください。さあ続いて内側の扉のカーテンですね。まあ同じなんですよ。さっきちょっとね、このカーテンとカーテンのこのね、ああ暑くて出れますね。はい、ということでカーテンとカーテンの間が短かったんで、今回はちょっとねこういう風にだいぶ重ねてやるようにしました。だからこのね逆側から結構ね半分以上こうやって押し込んでますよね。そのようにして逆からも同じようにこうね、同じように半分以上こう重なるようにして、今回は本当に乗れんっていうか、本当にねそれでも入ってこれないように本当にね重なって、あのねもう逃げない、絶対逃げないっていうような仕組みにしようと思いました。まあしかしね、とはいえね扉2つあるんでね、まあまあ全然カーテンがなくても逃げないっちゃ逃げないんですけど、念のためのは念のためでやっていきます。でですよ、この後オチがあります。この後なんといってもね、まあちょっと面白いっていうか、僕はちょっと大変だったんで面白くないんですけど、あのオチがあるんで、そちらまでね見ていただけたらなと思います。はい、じゃあカーテンの引き続き様子をご覧ください。いらっしゃい、はい、できました。じゃあちょっとねそちらの様子をご覧ください。はい、ということで網の取り付け完了しました。じゃーん、こんな感じですね。まず第一段階ですね。第一段階ちょっとね横にもこのうねうねつけました。これで、ね、動かないようにしました。はい、ということでもうこれすごいですよ。こんな感じにしたらもうね中から出てこないし、外からも入らないように完璧にできました。まずねここでしょ、これ意味あんのっていう感じはしますけど、まあそう言わずにこうでしょ、こうして、これいらんかもな第一段階の網はいらんかったかもしれないな、よく考えたら。はい、まあじゃあとりあえずちょっとやってみて。はい、これで入っていくでしょ。そしてこちら扉ね閉めると、ってことはいらないですねあれ撤去するかもしれないです。はい、それでこちらカーテンをこうくぐると入れるというわけです。はい、じゃあこんな感じになっております。ということで手前の網は不要だったかと思います多分撤去すると思います。はい、ということでこのようにハウスの、網掛けじゃないハウスのね扉の、カーテンがまず完了しました。これでね大紫が外に出ないし、外からの蝶々も入ってこないということができました。はい、さあさあ続いてはさなぎをぶら下げるための、準備ちょっと噛みまくり、ちょっとそちらの方の様子も見ていただこうと思います。ではそちらの様子をご覧ください。はい、ということで次の作業なんですけど、次の作業はこちらね、大紫いよいよさなぎになりました。このさなぎなんですけど垂れ下がってますよね。そうなんです、大紫のさなぎは水溶型といって、垂れるさなぎの形、水溶型と言いますパチパチパチがよくわかんないけど水溶型なんです。垂れ下がってるんで、そうなんです、ぶら下げるということなんですよね。さなぎは僕は他で幼虫を飼育して、そのさなぎを持って帰ってきてこのハウスにぶら下げるということで、ぶら下げるんですよね。そのために必要なのがこちら、はい、こちらリボンです。はい、リボン何でもいいんですけどね、僕はこの100均のリボンを使っても、このリボンをずっと向こうにリボンを貼る、そのリボンにホッチキスでサナギじゃないですよ、サナギについてる葉っぱをカチカチ止めてちゃんとぶら下げる、もともとあったようにぶら下げてあげるというわけなんです。そのためにこの紐を貼る作業をこれからやっていこうと思いますそちらね、まあその早送りになると思います。早送りしながらそのねちょっとサナギのお話だったりちょっとねさせていただこうと思うんで、楽しんで見ていただけたらなと思います。じゃあいきますよ、レッツーチョー。ダイソーさんなんですよ。ダイソーさんのリボンなんですけど、いろんな色あるんですけど、あんまり僕はね、僕派手好きなんですよ、もともと派手好きなんですけど、ここであんまりねピンクとか赤とか扱わずに、本当は茶色があったんですけど、茶色今年もなかったんで、ちょっとでもちょっとこう目立たないようにこの緑色を買いました。はい、ダイソーさんのこのリボン、もう僕これも山ほど使ってます。はい、じゃあ貼っていこうと思います。こちら普通の、本当に普通のなんかプレゼントとかに使うのかな、普通のリボンです。これは蝶々です。はい、僕に関しては。はい、じゃあやっていこうと思います。
はい、始まりました。続いてカーテンに続いて、次はいよいよ大紫のさなぎ。さなぎができて持ち帰った時に必要なこのテープの取り付け作業、またまたカーテンに引き続きちょっとマニアックな作業なんですけど、これ本当に毎年僕がやっている作業なんですよね、これが。で、まあこの後ね、もしかしたら僕みたいにこの大紫蝶々を大量飼育する人が現れた時のためにもこの動画は作っております。まあしかしね、このもしね大量飼育じゃなくても、このねあの方法はあの応用転用できると思います。まあ、こんなに長くはなくても、このテープを使ってホッチキスで留めるという方法もあるんで、一度皆さんよかったら試してみてください。もう完成しました。パチ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 。じゃあちょっとね、まず1本目ですけど、そのね紐の様子をご覧ください。はい、ということでできました。こんな感じです、こんな感じですって言っても多分ご想像通りだと思うんですけど、こんな風に張ってると。でこれなぜ紐なのかということですね。ここにホッチキスを留めるんです。ホッチキスで留めるんで、柔らかいあのビニールテープだとポロポロ取れちゃうんで、それじゃダメだということです。そしてこの面があるっていうのがやっぱりポイントですね。このようにだからこれ綺麗にきっちりこうしてるんですよね。面があるのがポイント。そしてこのようにじらーってやっていく、これを何列もやるというわけですね。ただしまあね、ここの第一ハウスがあるんですよ、僕ね。もう一つ第一ハウス、もともと使ったハウスもあって、こっちも今年は2つハウスがあるんで、まあ両方に行って大紫を入れようと思うと半々ぐらいなんで、こっち今年ね選できるのかちょっとわからないんで、まあ500ぐらいにはこっちちょっと入れようかなという感じですね。そのようにやっていこうと思います。はい、じゃあ今回はちょっとね地味な作業でしたけど、このように大紫の羽化に合わせていろんなこういった準備があるということでした。はい、ということで、こちら最後に見ていただきましょう。はい、ごまだら町です。ちょっとね諸事情があってね、ごまだら町を買っています。はい、君どうしたん、ご飯食べや。はい、ご飯食べなさい。ほいほいほい、ご飯食べ。はい、あーごめんごめん。はい、ご飯食べなさい。はい、ごまだら町は黄色いんですよね、口が。はい、食べやさんよ、バナナね、このジュクジュクのバナナ、これがいいんですよ。はい、ちゃんと食べて、こちら、お、大丈夫かな。はい、こちらちゃんとね卵産んでね、あんまり産みすぎたら注意だよ。ちょっとね諸事情で今ちょっと実験中なんですよ。ごまだら町も飼育しています。はい、ということで、大紫羽化もうすぐですよ、もうすぐで。まあさ、しばらくちょっとねさなぎ回収の動画が、何してんの、喧嘩したらあかんよ、喧嘩したらあかんよ、ちゃんと仲良く食べなさいよ。なんで乗っかんのよ君、ほらほら、ほいほい、なんでそんなことすんのよ、おたずらっ子だね。はい、ということでちょっと話がされましたけど、はい、ということで、そろそろ大紫もねさなぎがねいっぱい集まってきたんで、成虫の時期も近くなってきました。はい、ということで最後こちら、ごめんなさい、最後こっちです。モンベルさん、アウトドアメーカーモンベルさんで蝶々のね標本作りや観察会のイベントをやっています。そちらもね楽しいイベントになってるんで、よかったら遊びに来てほしいなと思います。はい、ということで、ではまた次回の蝶々の動画でお会いしましょう。蝶なら蝶なら蝶なら。はい、ということでおまけ動画なんですけど、結局これ外しますバカだね本当に。二重扉だからって言って二重のカーテンが必要と思い込んでたので、これが先入観です、思い込みです。こなすの僕だけからということで、これ必要ないんで外していこうと思います。あ、でもねこれ使えるんで、他に実はもう一箇所網のこのカーテンする場所があるんで、そちらでこれはね使おうと思います。はい、ということで撤去完了しました。ちょうなら、こんなミスも誰でもあるよ。